マニエッティ・マレリは、かつて存在した、イタリアの自動車部品メーカー。2019年には、カルソニック完成と経営統合し、マレリ株式会社となった。イタリアのミラノに本拠を置く。ドイツのロバート・ボッシュや日本のデンソーと並ぶ、電装品、燃料噴射装置製造の最大手であり、トランスミッション、エキュ、ショックアブソーバー、吸排気系部品、 照明関連の部品なども手掛け、自動運転技術の研究開発にも注力をしていた。1891年、エルコレ・マレッリがイタリアにて、自身の名を冠した、電装部品及びエンジンの開発、製造を担う企業を創業。1919年、市場のニーズに応えるため、エルコレ・マレッリとフィアットが、共同出資し、ミラノ県のセスト・サンジョバンニに、 合弁会社マニエーティマレッリを設立、エルコレマレッリの事業を拡大。エルコレマレッリ自身は社長、技術責任者及び販売責任者の役割を担った。1947年、イタリアの株式に上場。1980年代にはディーゼルエンジニア用の燃料噴射ポンプを製品化し、1990年代には コモンレール式燃料噴射装置の開発に着手。1997年には、ボッシュと共同で実用化を果たし、アルファロメオ 156JTD に乗用車としては初めて、コモンレール式ディーゼルエンジンが搭載された。1984年、本社をセストサンジョバンニから、同じく、ミラノ県にあるチニゼロバルサモエイ店。1986から7年には、 グローバルなメガサプライヤーを目指し、いくつもの著名な欧州部品メーカーを吸収。一例として、燃料、エンジン制御のウェーバー、ソレックス、インストゥルメントパネルや、電子部品のベリア・ボルレッティ、イエーガー、照明関連部品のカレロ、シエムがそれらである。1991年、本社を、チニゼロ・バルサモから、現在の本社所在地である。 ミラノ県のコレベッタへ移転。1998年にセミオートマチックトランスミッションのセレスピードを製品化し、アルファロメオ156に搭載。その後、フェラーリの F1 マチック、マセラティのカンビオコルサなど、フィアットグループの各メーカーにもセミ AT を供給している。1999年、ボッシュとの合弁で自動車用照明部品を開発。 製造、販売する企業、K2 ライティングテクノロジーを設立。2001年、K2 ライティングテクノロジーのボッシュのシェアを取得し、100%参加に、収める。社名を、オートモーティブライティングへ変更。2018年10月、当時の親会社だった、フィアットクライスラーオートモービルズが、保有する全株式を、カルソニック完成の親会社である。 CK ホールディングスに売却することを発表した。買収総額は62億ユーロで、経営統合が完了すると、世界7位の独立系自動車部品メーカーとなる。サーキットの広告2006年の WRC に参戦した、三菱、ランサー2007年シーズンは、エンジンの点火装置と、燃料噴射装置、エキュを、スクーデリアフェラーリ、ルノー F1、 BMW ザウバー、トヨタ F1、レッドブルーレーシング、スクーデリア、トロロッソ、スパイカー F1 に供給を行っている。また、トヨタには、ステアリングの軽機板も供給している。2008年シーズンからは、マイクロソフトが、全チームに標準液を供給するため、マニエティマレリはエンジン関連の部品のみを、供給することとなる。 ロードレース世界選手権のドゥカティにテレメトリシステムを、ヤマハに、液や燃料噴射装置を供給するほか、世界ラリー選手権のプジョー、シトロエン、三菱自動車のエンジンを使用するチームに、液や燃料噴射装置の供給を行っている。2019年からは、モートジッピーの元にクラスで使われる、トライアンフ製エンジンに対し共通液を供給する。ありがとうございます。